はい、皆さんおはようございます。今回、ハンズクラップ最初の撮影になります。ちょっとね、週末挟んだりとかして子供たちの試合とか練習がね、まあ、夜まであったりするんで、まあ、なかなか週末ができなかったりして、まあ、合計ね14回の、ハンズクラップで段階痩せるか、まあ、大体2週間ちょっとぐらいですかね。で、今回最後の撮影まで来てるんで、まあ、今回ねもうこの動画一本に全てをかけて、やっていきたいと思います。はい、そしたら今回にもね一緒に踊ってくれる海谷コーチと奥君コーチ、はい、はい、なんかちょっとみんなに聞いたら奥君がなんかやる気なさそうに踊ってるみたいなやる気なさそうに踊ってるみたいなのあったから、あのちょっと今回最後の撮影っていうことでみんなにお手本になるようなダンスでちゃんと、まあ、この僕らの動画を見たらもうみんな30分間しっかり見ながら踊れるよみたいな感じで頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、まあ、絶対ね、これ踊ったら、今日の夜にでも体重測って何キロやってたのかやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあミュージック行こう。よっしゃ、ノーミスでいくで。Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. You know, too many troubles, all these lovers got to lose. It's like a custom and luxury, my sugar. I want the good life every good night, you're a high one to hold. Cause you don't even know. I can make your hands wild. Rico ちゃん好きなのかな。ピンピンの妹。いいよ。ちょっとそれ。いいね。いいね。ガチで飲みすぎ行くよ。ダンスばっか週末は子供なんて欲しい。ギガスいるね、ギガス。ノーカットで。しゃあ、しゃあ。OK よ。キレイマシン。いや、でもほんまキレイはマシンやな。間違いなく。Somebody say you're so 'cause you've been sinning in the city. You know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want a good life every good night, you're a high one to hold. え、マジでガチで馬なってない。めっちゃ馬なってない。
放射の方も結構やったらしい。あ、何人か聞いた。でも効果ありますよね。足引き締まるよ。最近痩せたって言われてもっといくよ。全然満足じゃん。現役の時だったら62や。現役62や。この動画のスタート81や。やばいよ。ほんまに痩せたやばい。そっちの方がいいあ、シュート丸くこれで丸なんかカヌーみたいな感じでセレッソ大阪と申します。すいません、奈良公園撮影したセレッソ大阪 のミスターセレッソ、セレッソのレジェンド森島さんが来てくれました。ありがとうございます。お世話になってます。みんな大変息が上がっております。はい、ちょっと僕もね、同じサッカーをしていて、サッカーのコーチを近所でしてるんですけども、ぜひ今後ともうちにいい選手育ってるんで、それぞれに貢献できればなと思ってますんで。ありがとうございます。はい、今の録音しますね。はい、録音します。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すみません、写真だけ送った。あ、よし、何分、すみません、ちょっとまた連絡させてもらいます。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうっすね、僕も見ながら、チラチラ見ながら。え、すいません、今ちょっと一旦間に挟んで。いやいやいや、マジでミスター森島。頭がちょっと追いついてない。今ちょっと、はい、はい、そんな感じでちょっと驚いてますね。はい、2002年ワールドカップ、長屋スタジアムでチュニジア戦のゴール決めた森島選手です。っていうか、もう大阪人みんな知ってんじゃん。いや、知ってます。はい、今ね、ちょっと YouTube にちょっと出演していただいたんですけども、本当に森島さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、普段こうやって今踊ってますけど、普段真面目に子供たちに指導してるんで、またこの動画も見ていただければと思います。それが最高さ。そしたらちょっと途中からいきたいと思います。びっくりした。これもうノーカットで使おう。これノーカットで使おう。多分もう続きからいきます、これ。はい、ちょっと待って、びっくりして、ちょっとなんか今、いきます。Somebody say, "Hey, hey, 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 hey
長い恋のほどだからこその出会い、やまない。てか俺森島さんと名刺交換したいよ。やばい。絶対セレッソに選手を送ろう。やばいよ。めちゃめちゃ丁寧な対応してくれた、はい、ほんまに対応してるとこれ取るべきやったの。あ、そうですね。その辺やっぱ俺らまだまだその辺やっぱまだこう YouTube 使いながらレアなところこそ取らない。Something good right now.
よね。頭の中がフレッソースか、もう下さんしかない。俺だって小学校3年生の時になんか誕生日カードみたいなのもらってんの。あ、そうなんですか。フレッソースクールで、やばない。で、小3の時に森島さんに誕生日カードもらってるんですよ。テレビでしか見たことあるよね。俺だってもうフレッソースクールとか行ってめっちゃファンやったもん。しかもめっちゃいい匂いしたっす。めちゃめちゃいい匂いした。マスクつけてんのにオーラがある。めっちゃいい人、ほんまに。めっちゃいい人、ほんまに。よっしゃ、させとめ、させとめ。半分、半分。よっしゃ。Even though I can make your hands clap, said I can make your hands clap. Somebody save your soul, 'cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want your sex and your affection when they're holding you close. 'Cause you don't even know I can make your hands clap. Said I can make.俺もう10キロ痩せてなくてよ。俺も多分5キロはいってると思うよ。次6です。じゃあ6、7、8、9、4、あと4。はい、よっしゃ。でも踊りながらちょっと真面目な話すると、
なでしこなんかワールドカップ優勝してるから。なのに男子とやっぱ差がすごい環境が。絶対女子も盛り上げていかない。ワールドカップ優勝や。優勝。やばいやん。サワーのゴール何回見てもなんかたくさんあるし、ミヤマうますぎやし、やばいミヤマお前分かってるごめんな、俺だけ写真撮って。
かせよ。あれじゃん、フォトショップで右側に顔入れた。横に、横に入れてきます。集合写真休んだやつ、そう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 、右上に僕入れときます。右上に北野君やってます。実は隣にいました。てか何だろう、もうおるような感じがしてる。おるような感じがSo, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles. All these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night. You're a hot one to hold. Cause you don't even know. I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Somebody sing your song, cause you've been sinning in the city.セレッソサポーターもさ、それきっかけでさ、ジュニオール TV もし見てくれたらさ、めっちゃ熱ない。いや、面白い企画もあるしさ、めっちゃ真面目な話もちゃんとあるやん。それでさ、サッカー界変えるじゃないですか、協力してくれる人、大募集中です。変えるっていうか、まあ、よくしていくよね。変えるっていうね。そもそもスポーツの環境を良くしてから、何やってもスポーツを続けることが大事なんでね。いや、間違いないです。来年ね、僕ら社会人のチームを作りますが、それ持ってきゃ、もう障害スポーツ、運動の障害スポーツ。I'm like a stranger, yeah. In danger, all your wrong and your right. If you don't buy way to the freeway, you're a keeper of crabs. You know, come to the end. I can only sweeten your wine. Instagram, now, you're my one. I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. You're like a crow, but they're not. Awesome, man. Takeyama san no koushi. Koushi, you get it, koushi, you get it. Need to believe you could hold me down.スポンサーの社長さんもいい話もない。そして彼の森島さん、今日何があんねん。よっしゃ、長い公演中でよかったっすね。じゃあラストは、ラストノーミスでいけるまで。よっしゃ、本当のラストいっちゃいますよ。まあ、まだね、僕が太ったらこの企画もやるかもしれないですけど、一旦区切りは最後で、最後のダンス。ノーミスでいくで。You don't even know. I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. So we are the cash, go. Yeah, we're gonna get it. We're gonna get it. We're gonna get it. We're gonna get it.なんなら奥ウーバーイってやってます。
走頑張って走れ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  My precious section, though you're wasting this one never deny. I'm not a stranger, I'm not a stranger. You're holding your right, you're holding your right. Yeah, you're holding your right. But you don't even know. I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Every night when the stars come out, am I the only living soul? はい、ハンズクラップチャレンジ企画、これにて終了です。はい、ちょっと1回2人も、はい、最後ね、まあ、2週間、まあ、約2週間ちょっとですね、土日ができなかったんであれなんですけども、どう、見た目痩せた？いや、めちゃめちゃ痩せてましたね。だいぶ痩せたみたいですね。はい、いやもう足がすっきりしよう。足が、まあでも顔もシュッてなって、ほんまにでも食事もちょっとね抑えながらやってるんで、まあこっからまだ痩せなあかんと思うんですけど、まあ、とりあえず2週間ちょっとで10キロ痩せたかっていうのは、また体重計ね、体重計乗しとくんで、またそれ見てどうやったかっていう結果を見てください。ただ、まあ、そんなことよりも最後に話すけど、マジで途中で、あのセレッソ大阪の森島さんの神対応っていうんですか、こういうの。いや、そうですね。こういうの、まあ、ほんま YouTube ちょっと出ていただけますかって言ったら、あの、出てくれて、まあ、サッカーコーチやってますっていうつながりから、名刺も交換させていただいて、本当に、そういうね、社長につくっていうか、まあ、セレッソの大きな、ね、組織のトップの人がそうやって丁寧に対応してくれたっていうのは、僕らもね見習うっていうか、あの本当にありがたい、本当にありがたいことで、あの本当にありがとうございます。はい、まあ、ちょっとなんか言葉選べないんで、あのお前すごいありがたいしか出て、ありがとうございますっていう言葉しか出てこないんですけど、あの森島さんよりファンになりました。はい、なったよ。間違いないです、なりました。有名人の神対応ってこんなにすごいんやん。いや、ほんとそうっす。影響あるんやん。影響すごいっす。いや、ほんまにね、もうなんかもっとセレッソ好きになったっていうか。はい、はい、あの、ありがとうございます。はい、まあ、ちょっと最後ね、ハンズクラップの話がちょっとになってしまったんですけど、はい、あ、まだ知り合いの人が長い子のと知り合いがだいぶいますね。はい、まあそんな感じでね、またどんぐらい痩せたかっていうのはまた、体重計動画撮りたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、そしたら2週間ありがとうございました。はい、そしたら最終日の体重測定に行きたいと思います。ちょっとドキドキですね。行きます。お、 75.90。 これ iPhone の重さとかあるんかな、これ。そうなんで、体重測れてないんで、あの10キロ痩せてなかった時のことも踏まえて、ちょっと感想を先に述べておきたいと思います。まず、10キロ痩せるためにはちょっとハンズクラップだけじゃ正直厳しいんかなって。もう食事ももちろんそうなんですけど、僕ほとんどお酒もこの期間はやめてて、あのもちろんコロナ期間っていうのもあって飲食店あんまり行ってないようにはしてるんですけども、なかなか10キロっていうのは正直どうやって置く、結構難しい。そうですね。まあこれにプラス30分踊って食事も完璧にして、走りに行ったりとか、もちろん筋トレもしたりとか、まあ、僕も6月からジムを行き始めたりとかしてるんですけども、やっぱり30近くなったらちょっと健康にも気を使っていこうっていうので、僕もこういうのを始めてるんで、ほんま1日30分でも1時間でも自分の体のことで、気にしてこれからもやっていって、まあ、サッカー教える上でやっぱり
僕も健康面とかをちゃんとすることで子供たちに、ね、伝えれることとか、保護者の方も、皆さんに、ね、一緒に健康第一じゃないですけど、まあ、体も健康で、仕事も頑張って、なんかそれが子供たちのためになっていければなって思いますんで、みんなで、健康第一で頑張っていきましょう。はい、僕も頑張ります、はい、もっと痩せれるように頑張ります。現役の時体重62やったんですけど、まあ、それまでは無理かもしれないですけど、まあ、60キロ台を目指して、頑張っていきたいと思いますので、皆さん僕の体を見ていってください。はい、ありがとうございました。